ゾルタン、ケバゴは、ハンガリーの陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銀メダリストである。ヤース、ナジクンソルノク県ソルノク出身。ケバゴは、1997年に、スロベニアのリブリナで開催された、ヨーロッパジュニア選手権の円盤投げで、イギリスのイメカウデ地区、ドイツのパトリック・スタングに次いで3位となり、銅メダルを獲得。翌年には、 フランスのアネシーの世界ジュニア選手権で5 9三3 6で金メダルを獲得した。しかし、オリンピック初出場となった2000年のシドニーオリンピックでは予選で3回の審議のいずれでも記録を残せず予選敗退となった。2回目のオリンピックとなった2004年アテネオリンピックでは6 7ル0 4の自己ベストを記録。位となり、 メダルが確定した。その後、同じハンガリーの選手で1位だったローベルト・ファゼカュが薬物違反で失格となったため、ケバゴは銀メダルを獲得した。ケバゴは、その後、大きな国際大会では入賞することができなかったが、2009年のベルリンで開催された世界選手権では65メートル17で6位となり、久々に入賞を果たした。ありがとうございます。